とことんとこいとと、アシスタントのくじゃです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は10月の25日火曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンアラルイエーイ。バラのお友達からもらった球根が あるはい、皆さん、バラのお友達から球根いただいたことないですか？はい、先日ですね、岐阜ワールドローズガーデンで皆さんと楽しくバラ園に遊びに行った時に、ゆりゅうじゅうさん、はい、視聴者様のゆりゅうじゅうさんにいただきましたよ。こちら、ブリスベンというチューリップ。いかがでしょうか。ゴージャスチューリップということで、めちゃめちゃゴージャスなチューリップですよね。はい、こちらを今日は植え付けていこうと思いますよ。はい、今ちょうどね、植え付け時期ですからね、9月から12月ということで、はい、開花が4月から5月となってますのでね、背丈が30から40なんで、ちょっとバラの株元植え付けていこうと思います。はい、もうありがたいですよね。はい、こんな感じでいただきましたよ。さあ、主役主役。よろしくお願いします。今日はご家族ですね。ありがとうございます。とこさんにプレゼントをお願いします。何ですか、そんな。昨日あのライブで球根の話題が出てたじゃないですか。ラナンキュラスとかいろいろ、ね、うん、で昨日準備してたんですけど、まさかタイムリーで球根の話題が出たので、ちょっとびっくりしました。オレンジ色のヒラヒラのチューリップなんですけど、ありがとうございます。ビタミン、元気なとこさん、ビタミンカラーをと思って。ありがとうございます。よかった。そうなん、あ、ちょっとあの今綺麗なチューリップが映ってるんです。開けてもいいですか。はい、うわ、これは。めっちゃこんなチューリップあるんですね。ブリスベン。へえ。トコさんにお似合いの色かなと思って。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いただきます。はい、もう本当に視聴者様からこういうものをいただけるっていうのはありがたいですよね。頑張って植え付けていこうと思います。あと香りのバラもちょっとだけ咲いておりますのでね、そちらカットして香り楽しんでいつものように最後終わっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、早速植え付けていくよ、くーちゃん。ここのハーブコーナーに植え付けようか。バラハーブコーナーにね、このローズマリーとこのラベンダーメルローとこのガーデンマームのこの中間あたりがいいね。いいね、いいね、やっていこう、とこさん。うん、ブリスベン、こちら植え付け方ありますね。チューリップ植え方育て方ってありますね。うん、なるほど。地植えの場合ちょっと深めに植えるっていう感じかな、くーちゃん。そうだね、とこさん。プランターの場合深さ2センチってあるし、うん、あ、なるほどね。地植えの場合は深さ球根2個分、そして間隔は球根2個分ということだね。なるほど、なるほど。じゃあ早速植え付けていきましょう。てんてんててんてん、空にそびえる黒金の塩、スーパーロボットマジンガー Z、
無敵の力を僕らのために正義の心パイルドオン。よし飛ばせてけロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンゴーゼット。はい、植え付け終了です。では今日も香りのバラカットしていきましょう。こちらそうちゃんが頑張って咲いてくれてましたよ。シャンテロゼミサトも綺麗に咲いてくれてましたよ。あー今日も頑張って咲いてくれてたね、よかったねタコさん。本当ありがたいです。まずこちらですね、ストロベリーアイス可愛く咲いてくれておりましたよ。香りはいかがでしょうか。あ、うっすらティーの甘い香りがします。優しい香りです。そして今日はこちらシャンテロゼミサトですね。シャンテロゼミサト大きく咲いてくれてますよ。ミサトの秋バラはうわあ甘くてスパイシースパイシーだねくーちゃん。こうしてこう良い香りを包み込んでくれてる感じですよね。もう本当に最高にいい香りです。そしてこちらアカペラですね。アカペラ面白いですよね。裏側は白、裏白ですね。なかなかおしゃれなバラです。アカペラの香りはああ甘くて爽やか、いい香りです。そしてこちらババン、はいこちらそうちゃんですね。川本バラ園さんのそうちゃん綺麗に咲いてくれておりましたよ。香りはどうでしょうか。あらこのもブルーのバラ独特の、あーブルーコア最高だー。ダマスクとティーのブレンドされた香りが最高にメロメロになりますね。もう今日もどの子も最高だ。まさに香りのバラのハニーフラッシュやハニーフラッシュやよし、じゃあくーちゃん今日もせっかく咲いてくれたからストロー剣山で遊んでいこう。いいねいいね。はい、ストロー剣山とはこういう花首の短いバラ飾りにくいので、ストローを適当な長さに切ってはゴムで留めただけのものですよ。こちらをポンと置いて、そしてバラを飾っていきます。スポットね、こんな感じで飾っていきます。今日はこんな感じで完成といたしましょう。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。チューリップの球根上手に植え付けられたでしょうかね。ゆりゅうじゅさん本当にありがとうございました。来週、寒さに当てないと花が咲かないというんで、冬をしっかり寒さに当てて来春開花してくれるかどうか楽しみです。またご報告しますね。ゆりゅうじゅさんありがとうございます。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとねん、また見てねん。ぶわ、はい、これが分かった方は外のジブリ好き。